北海道日本ハムファイターズ対東京ヤクルトスワローズ、この試合の模様をお送りいたします。ファイターズの先発はルーキーの伊藤、対するスワローズの先発は右の奥川、この両投手の先発が発表されています。さあ間もなくプレイボールです。右の伊藤マウンドに上がります。スワローズ打線相手にどういった投球を見せるのか。まずは1回の表、トップバッターは塩見。第9球投げました、外角高め、ボール。投げた、決まった、ストライク。第3球を投げた、外角高め、見送ってストライク。第4球はアウトロー、ボール。投げた、打ちました、センターへのフライだ、センター前に取りました。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは2番青木。青木背番号23。第9球、初球落ちるスライダー、空振り。第2球ストライク、これで追い込みました。第3球を投げた、縦のスライダー、空振り三振。伊藤見事なピッチングです。バッターは3番山田。第9球投げた、振っていきましたがかすっただけ。第2球投げました、これも空振り、これで追い込みました。第3球を投げました、内角低め、見逃し三振。伊藤見事なピッチングです。伊藤今日は上々の立ち上がりです。右の奥川マウンドに上がりました。ファイターズ打線相手にどういった投球を見せるのか。1回の裏、これからファイターズの攻撃に入ります。先頭バッターは磯畑。第9球初球はストライク、いきなり150キロ。1球目ストライクから第2球ボール。投球は3球目、投げました、打ちました、1、2塁間のゴロ。山田ボールを取る、1塁送球、奥川取ってアウト、これでワンアウト、ランナーはありません。第9球投げました、インコース高めいっぱい、ストライク。第2球ボール、外角低め、投げました、決まってストライク、タイミング合いません。さあ4球目、完全に外れた、ボール。さあ投球は5球目、空振り三振、低めの変化球にやられました。左バッターボックスは3番近藤。第9球投げた、フォーク決まってストライク。第2球投げた、まっすぐ空振り、バッター追い込まれました。追い込んでから第3球を打った、ファール。さあ4球目、外角高め、空振り三振。奥川上々の立ち上がりを見せています。2回の表、これからスワローズの攻撃に入ります。トップバッターは村上。第9球投げた、スライダーボール、まずはインコース高め。第2球投げた、2球目ストライク。投球はこれから3球目、ボール。投げた、打ちました、フラフラッと上がった、掴みました、これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは5番サンタナ。第9球初球空振り、キレのある変化球。1球目空振りから危ない球。第3球を投げました、低め際どい、ボール。投球これから4球目、打ちました。さあ投球は5球目、打ちました、ファールボール。第6球は流し打ち、どうだ、切れていきます、ファール。投げました、打った、痛烈な当たり、ヒット、ボールはセカンドへ。
サンタナいいバッティングを見せました。ファイターズ先制のピンチを迎えます。第9投げました、外角高め際どい球ボール。第2球投げました、2球目ストライク。投球は3球目投げました、見送ってストライク。変化球にキレがあります。次が4球目投げた、外れたボール。投げた、空振り三振、ボール球で仕留めました。バッターは7番オスナ。オスナ背番号13。第9投げた、スローカーブ見送ってストライク。第2球投げた、縦のスライダーボール、アウトコース高め。第3球を投げた、見送ってストライク。次は4球目投げました、バッターの足元。第5球投げました、打ちました、いい当たり、ボールはレフトへ飛んでいきました、取りました、これで3アウト。さあリプレイです。伊藤、ワンアウト2塁のピンチでしたが、なんとか踏ん張りました。2回の表が終わって0対0です。2回の裏、これからファイターズの攻撃に入ります。先頭バッターは野村。第9投げました、ストレート見送ってストライク、いきなり152キロ。第2球インハイギリギリいっぱいストライク、バッター追い込まれました。追い込んで投げました、外角スラーブ外れてボール。第4球を投げました、外角高めいっぱい、見逃し三振。右のバッターボックスは5番渡辺。背番号第9インコース高めストライク、いきなり154キロ。第2球投げた、アウトコース低めいっぱいストライク。第3球は見送ってボール。第4球を投げた、打った、飛びついた、ライナーだ。渡辺ナイスバッティングです。さあワンアウトから先制のランナーが出ました。第9投げた、変化球ストライク、外角高め。一塁牽制球を送ります、一塁タッチセーフ。インロー外れてボール。投球はこれから3球目、直球ストライク、アウトローへ、バッター追い込まれました。第4球を投げた、ボール。第5球投げた、おっと左球。第6球を投げました、ボール。第7球を投げました、よく見た、フォアボール。よく選びました。バッターは7番清宮、大きな声援が届いています。第9投げました、打った、1球目ファウルから。第2球インロー空振り、タイミング合いません。第3球を投げました、打った、レフトフライ、飛距離は出ていません、取りました。ランナーそれぞれ自分の塁に戻ります。バッターは8番清水。第9投げました、初球打った、村上取ってアウト、3アウトチェンジ。ファイターズ2塁までランナーを進めましたが、先制点には至りません。2回の裏が終わりまして0対0です。3回の表、これからスワローズの攻撃に入ります。トップバッターは西浦。第9球初球空振り、バットが空を切りました。第2球これもしかし空振り、少し迷ったか。投球は3球目投げた、1つ外したボール。次が4球目投げた、外ストレートは外れてボール。投げた、打ちました、三遊間の打球、サードから一塁送球、アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは指名打者坂口。坂口背番号42。第9投げた、縦のスライダー見送ってストライク。第2球打ちました、センター前進、ヒットになります、センター後ろにそらした、ボールが点々と転がっている、ボールは中継、
坂口、いいバッティングを見せました。ファイターズ先制のピンチを迎えます。投げた、初球落ちるスライダー空振り。第2球打ちました。前進守備、ショート右、ショートから一塁送球、アウト。これで2アウト、ランナーは3塁変わりません。投げました、初球空振り、タイミング合いません。初球空振りからアウトコース高め、直球は外れてボール。第3球を投げました、ボール。投げました、ファウルチップ、これはしっかりキャッチしていました。第5球投げました、ボール。第6球を投げました、ストレート外れた、フォアボール。フルカウントから結局フォアボールです。第1球投げた、打った、ファール。ファイターズここで引っ張りに警戒した守備位置に変更です。第3球を投げた、外れた、ボール。次は4球目投げた、これは上がりすぎたか、センター前に出る、落下点で構えます。掴んでこれで3アウトになります。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。伊藤、ツーアウト一塁三塁のピンチでしたが、ここは0点に抑えました。3回の表が終わって0対0です。ファイターズこの回の攻撃はラストバッターから始まります。先頭バッターは石井、投げた、ボール。投げた、流し打ち、ファール。投げました、ボール。第4球を投げました、打ったいい当たりだ、クリーンヒット。石井ナイスバッティングです。さあノーアウトで先制のランナーが出ました。投げました、初球から送ってきました、ピッチャーの右へ転がした、アウト。スコアリングポジションにランナーを進めました。ファイターズ先制のチャンスを迎えます。第2球投げました、ストレートはストライク。第3球を投げました、スラーブ見送ってストライク。バッター追い込まれました。次が4球目投げた、ボール。次が5球目投げた、空振り三振。ランナー1人を置いて迎えるバッターは近藤。ひときわ大きな声援が聞こえます。投球これから2球目、打った、流し打ち、切れていきます、ファール。第3球を投げた、アウトコース低め、フォークは外れてボール。投球これから4球目、インコース低めいっぱい、見逃し三振。リプレイをご覧ください。ファイターズ得点圏にランナーを送りましたが、先制点を挙げられませんでした。3回の裏が終わりまして0対0です。ゲームは中盤4回に入ります。トップバッターは村上、第1打席はショートフライに倒れています。さあ次の投球、インコース低め、外れてボール。第3球を投げた、ストライク。投げた、4球目空振り。第5球投げました、打った、引っ張った、打球はライト右へ、クリーンヒット、ライトからセカンドへ。村上いいバッティングを見せました。さあノーアウトで先制のランナーが出ました。バッターは5番サンタナ、まっすぐ見送ってストライク。第2球、2球目ストライク。さあ2ストライクと追い込んだ、追い込んでから投げました、外へ逃げるスライダー、空振り三振。伊藤ナイスピッチング、投げました、初球落ちるスライダー空振り。第2球投げました、低めボール。第3球を投げました、スローカーブ見送ってストライク、追い込んでいます。さあ4球目、151キロ直球、空振り三振。
2者連続三振。投げた、スローカーブ、ボール。投球これから2球目、2球目ストライク。第3球を投げた、3球目空振り。ワンボールツーストライク、追い込んでいます。追い込んで投げた、見送ってボール。第5球投げた、ワンワンチップアウト。これはしっかりキャッチしていました。先ほどのプレーです。4回の表が終わってスワローズこの回も得点を挙げられませんでした。4回の裏、これからファイターズの攻撃に入ります。先頭バッター、初球から打ってった、三遊間のゴロ、アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは5番渡辺。第9投げた、打ちました、初球打ち、抜けた。渡辺ナイスバッティングです。さあワンアウトから先制のランナーが出ました。バッターは DH の今川。第1打席はフォアボール。まずは一塁牽制、タッチはセーフ。投げました、外角高め、ボール。第2球投げました、ボール。第3球を投げました、ストレート決まってストライク。投げました、打った、ライト方向へ持っていきましたが掴みました。ボールは中継、ランナー一塁に戻ります。これでツーアウト、ランナーは一塁変わりません。第9投げました、外角低め、ボール。第2球投げた、空振り、タイミング合いません。第3球を投げた、見送ってストライク。次は4球目、投げた、打ちました、ライト前のヒットになります。ライトからサードへ、清宮いいバッティングを見せました。ファイターズ先制のチャンスを迎えます。さあ先制のチャンスにバッター清水、第1打席はファールフライに倒れています。第2球投げた、インコース高めストライク。バッター追い込まれました。追い込んでから投げた、ボール。第4球を投げました、打った、痛烈な当たり、レフト前進、取ってこれで3アウトチェンジ。さあリプレイです。ファイターズ2塁までランナーを進めましたが先制点には至りません。4回までが終了しまして0対0です。5回の表、これからスワローズの攻撃に入ります。トップバッターは西浦、最初のバッターボックスはサードゴロに倒れています。投げました、2球目ストライク。第3球は低め見送ってストライク。第4球を投げました、打ちました、ファールボール。第5球投げました、打ちました、いい当たり、取りました。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは指名打者坂口。第9投げました、初球スライダー空振り、少し迷ったか。1球目空振りから第2球ボール。第3球を投げた、ストライク。第4球を投げた、打った、野村ダイレクトでボールを掴んでアウト、ツーアウト。打順はトップに帰って塩見、今日はセンターフライとショートゴロ、外角高めいっぱいストライク。初球ストライクから第2球打ちました、飛びつく、破っていった、塩見ナイスバッティングです。さあツーアウトから先制のランナーが出ました。バッターは2番青木、今日は三振とフォアボール。まずは一塁牽制、タッチセーフ。投げた、アウトロー、スローカーブ外れてボール。第2球ランナースタートを切った、キャッチャー二塁へ送球、盗塁を許します。ランナーを進められてしまいました。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。二塁へ牽制を送ります、タッチはセーフ、二塁はセーフ、
インハイ見送ってストライク。第4球を投げた、打ちました、取りました、これで3アウト。リプレイをご覧ください。伊藤、2アウト2塁のピンチでしたが、ここはゼロに抑えました。5回の表が終わって0対0です。ファイターズ、この回の攻撃はラストバッターから始まります。先頭バッターは9番石井。第2球投げた、スラーバーストライク、投げました、打ちました、フラフラッと上がった、ショート落下点に入りました、掴みました、これでワンアウト、ランナーはありません。バッターはトップに帰って磯畑、初球決まってストライク、まずは見送りました。投球これから2球目、打ちました、アルボー。第3球を投げました、打った、中村余裕があります、ハードグラウンドで取りました。これで2アウト、ランナーありません。バッターは2番万波、ここまで2三振といいところがありません。第2球投げました、フォーカーストライク、投球はこれから3球目、ボール。第4球はボール。第5球投げました、あっと引っ掛けた、これは内野フライ。奥が落下点に入った、取ってアウト、スリーアウトチェンジ。ファイターズ、わずか3人で攻撃が終わりました。前半が終わりまして0対0です。ゲームは後半に入ります。この回のトップバッターは山田、今日は三振とセンターフライ。第9投げました、直球見送ってストライク。投球これから2球目、ストレートはボール。投球はこれから3球目、決まった、ストライク、追い込んでいます。第4球は内角低めいっぱい、見逃し三振、内角低めいっぱいに決まった。第9打ちました、痛烈、いった、一直線、入った入った、ホームラン、先制ホームラン。白球は無情にもスタンドへ、初球を持っていかれました。主砲の一振りでついに均衡が破られた。チームメートが迎えます。こちらが先ほどの先制のシーンです。右バッターボックスはサンタナ、今日3打席目。第9投げた、ボール、まずは膝元、投げた、2球目ストライク、投げた、打ちました、引っ掛けた、野村下がっていった、サンタナいいバッティングを見せました。先ほどのプレーです。右バッターボックスは6番中村、ここまで2打席連続三振、ストレート見送ってストライク。第2球投げた、ストライク、簡単に2ストライクと追い込んだ、追い込んで投げた、打った、ライナー、センターからセカンドへ、2塁はセーフ、中村ナイスバッティングです。ピンチを広げてしまいました。伊藤、降板、マウンド上ピッチャーは川野、今日2番手としてマウンドに上がります。スワローズ打線相手にどういった投球を見せるのか。打ちました、2塁ランナー3塁へ、2塁フォースアウト、アウト、ダブルプレイ、スリーアウトチェンジ。さあリプレイです。ファイターズ、ダブルプレーでピンチをしのいでいます。6回の表が終わって1対0です。ファイターズ、この回はクリーンナップからの攻撃になります。先頭バッターは近藤、ここまで2打席連続三振。第2球投げました、2球目空振り、タイミング合いません。第3球スラーバーボール、
第4球を投げました。打ったいい当たりだ。ライナー破った。センター前ヒット、クリーンヒットです。近藤いいバッティングを見せました。初安打。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。バッターは代打レナード。第1球投げました。初球空振り、いきなり152キロ。第2球投げました、打ちました。山田掴んだ、アウト。ファイターズ同点のチャンスを迎えます。ここまで2安打の渡辺、ファイターズ一打同点の場面を迎えています。さあ次の投球、2球目ストライク。第3球を投げました、低め外れてボール。次が4球目、投げた、打ちました。あっと引っ掛けた、ショート前方のフライになりました。取りました。これで2アウト、ランナーは2塁変わりません。投げた、危ない球、投げた、ボール。投球はこれから3球目、3球目ストライク。振り返って2塁牽制球、第4球を投げた、流し打ち、どうだ、ヒット、ライト前ヒットになった。打球が転がっている、ライトからセカンドへ。ファイターズ同点、1対1。今川タイムリーツーベース、今日初めてのヒットになりました。リプレイで同点の場面をご覧いただいています。バッターは7番清宮、大きな声援が届いています。第9投げた、決まった、ストライク。第2球投げました、2球目ストライク。早くも追い込まれています。第3球を投げました、アウトコース低め、ボール。投げました、打ちました。打球がセンター浅いところ掴んで、これで3アウトになります。リプレイをご覧ください。中盤まで終了しまして1対1、ファイターズこの回1点返して同点としています。ピンチヒッターは川端に代わりまして、第9川端投げました、変化球ストライク、インローへ。初球空振りから、第2球投げました、見送ってボール。第3球は打ちました、スライディングキャッチ。これでワンアウト、ランナーありません。バッターは DH の坂口。第9ストライク、目玉と厳しいところでした。まずは入れてきました。第2球内角低め、外れてボール。投球は3球目、投げた、インコース低め、ストライク。ワンボールツーストライク、追い込んでいます。次が4球目、投げた、打った、キャッチャー落下点に入りました。ファウルグラウンド、キャッチしています。打順は1番に帰って塩見。第9投げた、決まってストライク。まずは決めてきました。さあ次の投球、投げた、見送ってストライク。第3球を投げた、ストレート、空振り三振。川野見事なピッチングです。川野最後はスイングアウトの三振で仕留めました。7回の表が終わって1対1です。さあここは守備を変えてくるようです。7回の裏、ファイターズラッキーセブンの攻撃に入ります。トップバッターは清水、今日はファールフライとレフトフライ。第2球投げました、ストライク。第3球を投げました、3球目空振り、バッター追い込まれました。第4球を投げました、打ちました、これはピッチャー正面、一塁送球、アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。代打は高浜。第9投げました、直球ストライク、外角高め、いきなり150キロ。第2球打ちました、サード右横のゴロ。
アウト。これでツーアウト、ランナーありません。打順はトップに返って磯畑、磯畑第9球フォークボール見送ってストライク。1球目ストライクから第2球打った、セカンドゴロ正面、一塁へ送る、アウト。スリーアウトチェンジ。ファイターズ結局三者凡退、無得点に終わっています。7回までが終了しまして1対1です。さあここは守備を変えてくるようです。スワローズこの回は上位打線から始まります。先頭バッターは青木、投げました、外れた、ボール。さあ次の投球、投げた、決まった、ストライク。第3球を投げた、危ない球。第4球は見送ってボール。さあ投球は5球目、投げた、見送ってストライク。投球はこれから6球目、カットボール、見逃し三振。バッターは3番山田、これが4度目のバッターボックス。第9球投げた、打ちました、ファール。第2球投げた、ストライク、これで追い込みました。投球は3球目、投げました、打った、痛烈な当たり、センター前ヒット、クリーンヒットです。山田ナイスバッティングです。さあワンアウトから勝ち越しのランナーが出ました。左バッターボックスは4番村上。第9球投げました、ボール。第2球投げました、ボール。第3球を投げました、空振り、タイミング合いません。第4球は打った、フラフラッと上がった、中島バックしていった、掴みました、一塁送球。これでツーアウト、ランナーは一塁変わりません。第9球投げました、完全に外れた、ボール。第2球投げた、変化球見送ってストライク。投球は3球目、投げた、3球目ストライク。第4球を投げた、内角高め、ストレートは外れてボール。一塁へ牽制球を送ります。第5球投げた、直球、空振り三振。8回の表が終わって1対1、現在同点です。バッターは代打浅間。第9球投げた、低め決まってストライク、まずは見送りました。第2球投げました、ストライク、バッター追い込まれました。第3球を投げました、打ちました、三遊間の当たり、オスナボールを掴んだ、一塁送球、一塁アウト、これはアウトです。先ほどのプレーです。バッターは3番近藤。第9球投げました、初球を打ちました、宮本取った、ボールはファーストへ、セーフ、記録はヒットになりました。さあワンアウトから勝ち越しのランナーが出ました。奥川降板、右の清水、今日2人目のピッチャーとして登板です。ファイターズ打線相手にどういった投球を見せるのか。第9球投げました、打ちました、ファールボール。第2球投げました、これはかすった形になりました。第3球を投げた、打ちました、いい当たり、センターへの打球、センター前ヒット、ボールは中継、レナード、いいバッティングを見せました。ファイターズ勝ち越しのチャンスを迎えます。さあこの勝負でゲームの流れを引き寄せるか。スワローズここは中間守備を取りました。ファールグラウンド、ボールをつかみました。これでツーアウト、ランナーは一塁三塁変わりません。
第2球投げた、打ちました。左中間へのフライですが、取ってこれで3アウトチェンジ。さあリプレイです。清水やりました。スワローズ流れを引き寄せにかかります。カバンの交番、マウンドに上がったのはロドリゲス。今日3番手としてマウンドに上がります。まずは立ち上がりに注目しましょう。第9投げた、膝元ボール、投げた外れたボール。第3球を投げた、空振り、少し迷ったか、投げました、打った、バックネットの前でボールをつかみました。右バッターボックスにはオスナ、今日はここまで3打数ノーヒット1三振。さあ次の投球、打ちました、ショートバウンド、ボールを取った。渡辺軽快な守備を見せました。これで2アウト、ランナーありません。先ほどからショートの守備に入っています。宮本第9投げました、ボール、投げました、2球目空振り。第3球を投げました、カーブはボール。さあ4球目、打ったいい当たりだ、センター前ヒット、クリーンヒットです。宮本ナイスバッティングです。さあ2アウトから勝ち越しのランナーが出ました。バッターは指名打者坂口、今日はここまで3打数1安打。ファーストランナーをちらっと見て、さあ次の投球、決まってストライク。投球はこれから3球目、高速シンカー、空振り三振、坂口全くタイミングが合いません。9回の表が終わって1対1同点です。9回の裏、これからファイターズの攻撃に入ります。トップバッターは中島、ファイターズ。ここは何としても塁に出たいところ。第9ボール、第2球、2球目ストライク。第3球を投げました、高速シンカーはボール。第4球を投げた、ボール。さあ投球は5球目、見送ってストライク。さあ6球目、流し打ち、三塁線、鋭く切れていきました、ファールです。高速シンカー、見送ってフォアボール。先頭バッターしっかりと見極めました。まずは一塁牽制、一塁タッチセーフ、中島スタート、投球ストライク、二塁送球、盗塁成功。ファイターズ大事な場面で盗塁を決めました。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。スワローズ外野は浅めの守備を取ります。ボールを掴んだ、アウト、ランナー三塁に進みました。ファイターズなおもチャンスが続いています。さあこれが、ここは勝負をしません、申告敬遠を選択しました。バッターは一塁へ向かいます。バッターはトップに帰って、磯畑、一打サヨナラのチャンス、打ちました、引っ掛けた、前進守備のセコンドの上、抑えた、一塁へ送る、これで2アウト、ランナーは一塁三塁変わりません。投げた、ストレートはボール、まずアウトコース低め。第2球投げた、ボール、アウトローへ。投球はこれから3球目、投球これから4球目、低めのボール引っ掛けた、フラフラっと上がった、取りました、これで3アウト。リプレイをご覧ください。清水見事に流れを断ち切りました。ロドリゲス降板、ここでマウンドに上がったのは杉浦、今日4番手としてマウンドに上がります。自分のペースで投げることができるかが鍵となりそうです。変化球ストライク、外角高め、まずは入れてきました。第2球投げた、打った、痛烈な当たり、一塁送球、中島うまくさばいています。これでワンアウト、ランナーはありません。左バッターボックスは2番青木、
初球に送ってストライク、いきなり150キロ。第2球投げた、打ちました、いい当たり、ショートバウンド、一塁送球。渡辺軽快な守備を見せました。これで2アウト、ランナーありません。バッターは3番山田、今日はここまで4打数1安打2三振。投げました、見送ってボール。第2球投げました、スライダー見送ってストライク。投球は3球目、投げました、アウトコース低め、空振り、追い込んでいます。第4球を投げました、外へ逃げるスライダー、空振り三振、三振に切って取りました。杉浦、上位打線を三者凡退に仕留めています。延長10回の表が終わって1対1です。清水降板、右のマクガフ、今日3人目のピッチャーとして登板です。ファイターズ打線相手にどういった投球を見せるのか。第9投げました、初球打った、左中間へ持っていきましたがレフト取りました。これでワンアウト、ランナーはありません。右バッターボックスは4番レナード。第9球初球から打ってった、三遊間の当たり、記録はヒット、記録はヒットです。さあワンアウトからサヨナラのランナーが出ました。ファイターズ代走を起用します。アルカンタラ一塁に入りました。右のバッターボックスは5番渡辺、これが5度目のバッターボックス。まずは一塁牽制、タッチはセーフ、投げた、危ない球。さあ次の投球、アルカンタラ走った、これは悠々セーフ、盗塁成功です。先ほどのプレーです。スワローズ外野は浅めの守備を取ります。第4球を投げた、打った、ボテボテの当たりはセカンドゴロ、一塁へ送る、アウト。ファイターズなおもチャンスが続きます。さあこれが試合を決定づける場面となりそうです。投げた、インロー、外れてボール。投球これから2球目、インコース高めストライク。第3球はアウトコース高め、空振り。投球これから4球目、外角低め、直球は外れてボール。第5球投げた、打ちました、センター前進、あっと弾いた、ボール、サヨナラ、サヨナラ勝ち、ファイターズ見事勝利です。さて本日のヒーローたちのインタビューが間もなく行われます。本当に今日は2人とも大活躍でした。ご覧いただきました一戦は2対1ファイターズサヨナラ勝ちで試合を決めています。勝利投手は杉浦、敗戦投手はマクガフ。ファイターズ今日は素晴らしい戦いでした。この流れで次のゲームにも期待しましょう。実況担当は堂前秀夫で札幌ドームからお伝えしました。